が近い。そいつを起こしてくれ。了解です、ハンドラー・ウォルター。脳深部コーラの管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。
バルトにアクセスしろ。確認。
残骸反応に向かえ。
にアクセスしろ。登録番号 RB23、 傭兵ランク圏内、識別名はやはり目をつけられていたか。風速機構とやり合うのは無理ではないが、コーラルと呼ばれる物質がある。辺境の開発惑星ルビコンで発見されたそれは、新時代のエネルギー資源および情報動態として人類社会に飛躍的発展をもたらすと嘱望された。アイビスの火、その炎と嵐は周辺星系をも巻き込み、致命的な汚染を残し、元凶たる新物質もまた跡形もなく消失したかに思われた。だがコーラルは未だルビコンにくすぶっていた。やがて人々は気づくことになる。その火種に、RB23、 識別名レイブンによる認証を確認。安否不明状態を解除、ユーザー権限を復旧します。傭兵支援システムオールマインドへようこそ。レイブン、あなたの帰還を歓迎します。認証は通ったようだなレイブン。それがルビコンにおけるお前の身分となる。早速だが仕事を取ってきた。確認しろ621。ユーザー権限復旧に伴うお知らせです。オールマインドは傭兵支援の一環として戦闘技能強襲シミュレータも提供しています。あなたのライセンスは休止状態にありました。多少のブラックもあることでしょう。強襲項目を終了された傭兵各位には報奨として機体パーツも給付されるため、
よろしければご活用ください。
勢力の一つ、ベイラムグループから公示が出ている。独立傭兵の諸君、ベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼を公示する。ルビコン解放戦線が汚染市街にボース製の移設型砲台を配備した。あの市街自体に価値はないが、コーラル調査領域を拡大するには抑える必要がある。野心ある諸君、解放戦線の砲台を全て破壊せよ。我々は MT 撃破に対しても追加報酬を用意した。可能な限り敵方の戦力を削いでもらおう。これは諸君らにとって手堅く実績を作る好機だ。奮闘を期待する。
傭兵支援システムオールマインドよりお知らせします。登録番号 RB23、 識別名レイブン、あなたの傭兵活動再開が確認されました。パーツショップの利用権限を復旧します。地点はベリウス南部グリッド135、目標は当社と競合関係にあるベイラム系列企業ダーフォンの MT 部隊殲滅です。当社はグリッド135を
汚染市街の調査採掘における共闘歩と位置づけています。コーラル調査における優勢を確保するには独立傭兵各位の協力が不可欠。アーキバスグループはその奮闘に期待しています。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。RB23 識別名レイブン、あなたの実績情報が更新されました。これよりあなたにはログハントプログラムへの参加権限が付与されます。我々の指定する対象機体を撃破した際はその戦闘ログを送信ください。参加者には送信件数に応じて
パーツ提供が行われます。ふるってご参加ください。Thank you.
ラム同盟企業ダーフォンによる依頼だ。我が方はこの度ルビコン解放戦線に対して武力制裁を加えることを決定した。目標は連中の補給物資を搭載した輸送ヘリ数機、これを撃破する。ゲリラ部隊による抵抗が予想されるが、所詮はボース社の量産 MT、 その寄せ集めに過ぎん。独立傭兵レイブン、前回の働きで貴様は一定の実力を示した。モチールに足る傭兵であることを再び示してみせろ。名指しの依頼が入ったな。この調子で実績を積み上げていけ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。
戦しろ。相手が AC では分が悪い。臆するな。我々はコーラルと共にある。ホースの4極タイプが混ざっているな。これまでの MT とは性能が違う。無理に相手をする必要はない。侵略への加担と映るだろうが、それも仕事だ。